こんにちは、サンリンです。今日もお話をお聞きいただいてありがとうございます。今日はあらゆる人間関係の悩みから完全に解放される話というテーマで分かち合いをしていきたいと思います。ある心理学のジャンルでは、すべての悩み事は根底に人間関係があるなんていう言葉があるくらいで、僕もこれは何年かの情報発信とかコーチング業を通して、やっぱり多くの方が人間関係で悩まれるなってことを実感しています。恋愛、パートナーシップ、家族関係、友人関係とか職場の人間関係、全部含めた人間関係の悩み、対人関係の悩みがもしなくなれば、相当人生が軽やかに豊かになるっていうこと、これは確かなことですし、なんなら健康面とか、あるいはお金とか仕事とか、そういった豊かさの分野も根底には人間関係が実はあったりしますので、すごく重要なテーマなんじゃないかなと思います。でこの対人関係とか人間関係において、よく皆さんが悩まれる原因の大きなものの一つに、人から嫌われたくない、できれば人から好かれたい、人気者になりたい、承認されたいという、そういう欲求があると思っています。これは人間の自然な欲求として、やっぱり受け入れられたいし、承認されたいし、愛されたいし、できれば拒否されたくない、否定されたくないという、そういう気持ちがあって当然で、でも好かれたい、愛されたい、承認されたいという、そういう欲求があるからこそ、そうなれなかった時に苦しみが生まれて悩みになるわけです。でもこれはちょっと宇宙の法則といった、ちょっとスピリチュアルなお話になるんですけれども、嫌われたくないって警戒すれば警戒するほど、なんか嫌われちゃってショックを受ける出来事が引き寄せられてきたり、もしくは嫌われたくないから、そういう気持ちがあるから他人の目が気になって、自分を出せなくなって本当の自分で生きられなくなったり、あるいは能力を発揮できなかったり、他人からの目を気に病んでしまって病気になってしまったとか、そういうケースも多々ありますので、そういう意味でも人間関係の悩みから解放されることは人生にとってすごくインパクトのあることになります。それで僕も今日今からお伝えすることに気づくまでは、過度に人の顔色を伺ったり、何かにつけて嫌われていないかどうかってすごく気にする性格だったんですね。30手前になるくらいまですごく生きづらさを感じながら生きていたと思います。なんですが、それは根底には人間関係の本質とか、その対人関係の法則について知らなかったからだなって今は思うんですね。僕がそういう対人関係、人間関係の悩みから解放されたのは、ある一つのこの対人関係についての真実を知って、そのことで意識が変わったことがきっかけでした。その真実というのは、一言で言うとこういうことでした。何をやってもあなたは愛され、何をやってもあなたは嫌われる。そしてあなたが受け取る好きのエネルギーと、あなたが受け取る嫌いのエネルギーの総量はいつも全く同じ、こういったものです。実はこれは引き寄せの法則、宇宙の法則とかスピリチュアルの世界だったり、もしくはこう悟りを開いた各者と呼ばれる人たちは昔から気づいていたことなんですね。ぜひ皆さんもご自分の今までの経験を思い返したり、あとは世間一般、世の中で起きていることを観察していただきたいんですが、どんなに嫌われている人でも、世の中の人全員から嫌われている人っていないんですね。そして反対に、どんなに人気者の人でも、世の中の人全員から好かれている人はいないということです。例えば、実はものすごく熱狂的なファンがいる人は、その分アンチとか、その人の至らないところをこうつついてくるような人が現れます。逆もしかりで、ものすごく熱狂的なアンチがいる人には、その分その人をサポートしたり強力に擁護する人が必ず現れます。それで今回はこういう人間関係のエネルギーのバランスのようなところに注目していただきたいんですね。それで自分のことも見ていただきたいです。どんなに自分が自分の常識的な観点から見ていいことをやっていようが、どんなに無欲で世の中のためを思って行動していようが、どんなに自分が他人に嫌われないように気をつけて行動していようが、この法則からは逃れられないということを知ってください。ちょっとタイムリーな話題がないかななんて、さっきちょっとインターネットでいろいろ検索していい例を探してみたんですが、例えばちょっと前にすごく有名な経営者の方が世の中からバッシングを受ける出来事があったと思います。で、確かにその人は多くの人の常識から見ると悪いことというか、ずるいことですね、やって多くの方から批判のエネルギー、嫌いのエネルギーを受けるに値することをされたかもしれません。
でもその人が世の中から多くの批判のエネルギーを受けた分、彼の近しい家族からの強力なサポートを彼が受け取っていたという事実もまたあるわけです。その方はこの世の中に存在する全員からの不支持、まあ、要は嫌いのエネルギー、批判のエネルギーを受けているのかっていうと、それはそんなことはなくて、人数としては多くの方から嫌われているかもしれないですけれども、その分一部の熱狂的なサポーター、つまり好きのエネルギーを示してくれる人がいるということです。もちろんその反対の例もあります。ものすごく熱狂的なファンがたくさんいるある発信者の方がいらっしゃいまして、で僕もその方の発信内容とか活躍ぶりを見てすごいなぁなんて思っていたんですね。ということは、まあ、どこかに熱烈なアンチみたいな存在がいるってことなんじゃないかなっていうふうにも思ってました。そしたらやっぱりその人を熱烈に批判する別の発信者が実際にいるということを、まあ、去年の暮れとかここ数ヶ月で目の当たりにしました。まあ、この話に関連することなんですけれども、例えばあなたのことをいい人一辺倒でもう素晴らしい存在でしかなくて、全てがポジティブでいつも誰にでも肯定的な存在だというような、まあ、ある意味でとてもこう盲目的にポジティブな方に偏った称賛を示してくれる人がいたとしたら、その正反対の見方解釈をしてあなたを一方的にジャッジする人たちも必ず存在することになります。もしくは、まあ、数値化すると100あなたを称賛してくれる存在が1人いたら、マイナス1ずつあなたのことをネガティブな評価をする人が100人いたり、もしくはマイナス20ずつあなたのことをネガティブな評価をする人が5人いると、まあ、そういうようなイメージですね。まあ、結局どう生きてもあなたに向けられる好きと嫌いのエネルギーはプラマイゼロになるっていう法則がこの宇宙といいますか、もしくは現実世界には存在します。で結局何が言いたいのかっていうと、今回のテーマはあらゆる人間関係の悩みから完全に解放される話ですので、まあ、誰かから嫌われるんじゃないかとか、誰かに好かれたいという欲求があらゆる人間関係の悩み苦しみの根底にあるということを先にお伝えしましたが、もう好かれることも嫌われることも誰にもコントロールできないし、どう生きたってその法則から逃れられないわけです。だからどう生きてもどう好かれようと頑張ろうが、そんなこと気にしなかろうが、どっちにしたって自分は愛されるし、同時に同じ量だけ嫌われるってことを知ること、僕はこれを知って、まあ、いろんなケース観察して、まあ、確かにそうなってるなって見ていくことで人間関係で悩むことが圧倒的に少なくなりました。嫌われるんじゃないかなってビクビクすることもなくなりましたし、反対に好かれようと無理に頑張ることもなくなりました。そうやって無理なことを頑張らなくなると、ありのままで人と接することができるようになったし、批判されてもそんなにへこまなくなりました。頑張って好かれたところで他の誰かは自分のことをどうせ嫌うわけで、あなたはどうせ愛されるしどうせ嫌われるんですね。無理して頑張って好かれたところで他の誰かは自分のことを嫌うわけで、逆に誰かに思わぬことで嫌われたところで他の誰かはあなたのことを受け入れて愛してくれる。この法則はどこまで行っても変わらないわけです。ですので人間関係の悩みは好かれることも嫌われることも両方諦めることから始まる、そんな風に思います。はい、今日は人間関係の悩みがなくなる話っていうことで分かち合いさせていただきました。何か参考になれば嬉しいです。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。あなたの大成功をお祈りしています。